ミディコントローラーとは、ミディ規格を利用した電子楽器の演奏や、ミディ規格を利用した初期機の制御に用いる入力機器の総称である。ミディ機器の接続に多く用いられる後、ピンリンコネクターミディコントローラーは人間による操作をミディメッセージとしてリアルタイムに送信する機能を持った機器である。電子楽器にもミディ送受信が可能なものがあるが、 ミディコントローラーはとりわけミディ送信を目的とした機器である。純粋な単機能のミディコントローラーは楽器やミキサーの携帯をしていたとしても、それ自体は音信号を扱わない。ミディコントローラーは演奏の目的のほか、マルチトラックレコーダーなどの再生記録機器の駆動の遠隔制御やミキシングや調光といったパラメーターの遠隔制御にも用いられる。 1991年には舞台装置制御のミディメッセージ仕様を取り決めたミディ小コントロール規格が定義されており舞台照明の制御機器にもミディ規格を採用したものがあるミディ機器間の接続には一般的に5ピンリンコネクターが用いられるがコンピューターをホストとしたデスクトップミュージック用途のものでは USB や IEE-1394 イーサネットなどで接続するものもある。市場には様々なミディコントローラーが存在するが、この節では、携帯別に分類した。鍵盤型ミディコントローラーは、鍵盤楽器演奏に適した鍵盤を備え、鍵の押し下げ操作によって、ノートオン、ノートオフのミディメッセージを送信する。ベロシティ対応のものでは、鍵操作の強弱に応じて、 ノートンメッセージのベロシティ値が変化し、演奏の抑揚を伝達する。アフタータッチ対応のものでは鍵を押し込む圧力の変化により、チャンネルプレッシャー、ポリフォニックキープレッシャーの可変チミリメッセージを連続的に送信する。鍵のサイズは、標準サイズのものから小型のものもあり、鍵数もピアノ同等の88件に限らず、多様である。鍵の動作機構には、比較的廉価で、 タッチの軽いバネによるシンセアクション方式や重りを加えたセミウェイテッド方式、アコースティックピアノの鍵の構造に似せたハンマーアクション方式などがある。演奏の補助としてピッチベンド、モジュレーションのミディメッセージを送信するホイール、レバー、リボンコントローラー、タッチパッドを備えるものやペダルを接続してダンパーペダルのミディメッセージを送信可能なものもある。 デスクトップミュージック用では、コントロールサーフェスやパッドの機能を合わせた、構成のものもある。パッド型ミディコントローラーは、打楽器演奏に適したパッドを備え、パッドを叩く操作によって、ノートオン、ノートオフのミディメッセージを送信する。ベロシティ対応のものではパッドを叩く強弱に応じて、ノートオンメッセージのベロシティ値が変化し、演奏の抑揚を伝達する。 プレッシャー対応のものではパッドを押し込む圧力の変化により、チャンネルプレッシャー、ポリフォニックキープレッシャーの可変1ミリメッセージを連続的に送信する。指で叩く小型のパッドが並んだ携帯のものもあれば、手で叩く携帯のものもあり、ドラムセットの携帯をしているものもある。プレスコントローラー型ミディコントローラーは、管楽器演奏に適したマウスピースとキーを備え、 マウスピースに吹き込まれる一気の圧力の変化により、ブレスコントロールの可変値ミディメッセージを連続的に送信し、キー操作と合わせてノートオン、ノートオフのミディメッセージを送信する。ヤマハ、e g t p のように息ではなく声の音程、音量を解析して演奏するミディ送信可能な管楽器型電子楽器もある。詳細は、ブレスコントローラーを参照デジタルギターや、モデリングギター、 ベースには演奏をミディメッセージとして送信可能なものがある。ピックアップなどからの音信号をミディ信号へ変換するコンバーターもある。 詳細は、ギターシンセサイザーを参照フットスイッチ、ペダル型ミディコントローラーは、主に足元で演奏の補助をする際に用いられる。エフェクターの切り替えなどに用いられる、フットスイッチ、ボリュームやワウの制御などに用いられるペダル、オルガンと併用する足鍵盤などがある。ペダル型のものでは、踏み込みの深さの変化により、可変量ミリメッセージを連続的に送信し、 操作の強弱を伝達するものもある。コントロールサーフェス型ミディコントローラーは、ミキサーと同様に、フェーダー、パン、ソロ、ミュートなどの操作用のスライダー、ロータリーエンコーダー、スイッチなどを備える。操作によって送信する、ミディメッセージは機種によって多様であるが、事実上の共通プロトコルとして、マッキー社のヒューマンユーザーインターフェース、または、 マッキーコントロールと同等のミディメッセージマッピングが用いられることがある。フィードバック対応のものでは、該当の操作子がサーボモーターや自称式インジケーターによってオートメーション可能になっており、ホストシステムからミディメッセージを受信することで、操作子や表示部がホストシステム側のパラメーターを反映して連動する。タッチセンス対応のものでは、該当の操作子が指の接触を 感知可能になっており、接触に応じてオートメーション動作を中断して手動操作に切り替えるといったことができる。コントロールサーフェス型ミディコントローラーにはトランスポート操作部が備えられているものもある。トランスポート操作部はミュージックシーケンサーやデジタルオーディオワークステーション、マルチトラックレコーダーといった再生記録機器の駆動を制御するもので再生、停止、巻き戻し、 早送り、記録などを操作するボタン、ホイールなどを備える。トランスポートの操作によって、MIDI マシンコントロールの MIDI メッセージを送信する。その他、多数配置されたスイッチを操作するものや、テルミンのような非接触センサーによる操作を MIDI に変換して送信するものなどがある。ありがとうございます。